ルパートランドは北米大陸において19世紀にイングランドの直居会社であるハドソン湾会社が所有していた広大な私有地のことである。ハドソン湾会社の初代総督であったカンバーランド・コールパートにちなんで名付けられた。ルパートランド・イングランドをチャールズ2世から直居されたことにより、ハドソン湾会社はハドソン湾を呼び、 ハドソン湾に注ぐすべての河川の流域を含む390万平方キロメートルの広大な土地に対する独占権を得た。1821年にはモントリオールを拠点とした北西会社とハドソン湾会社は合併し、この土地はさらに北極海及び北太平洋まで拡張した。1870年、独占交易権は撤廃され、 この土地は企業家に公開された。ハドソン湾会社はこの土地をカナダ連邦政府に譲渡し、北西領土となった。順州は、その後、マニトバ州ほか多くの州が創設され分割されたり、ケベック州など、周辺の州に領域を削られたりして、現在の領域になっており、現在のノースウェスト順州の領域のうち、ルパートランドに由来する部分は少ない。ルパートランドは、 カナダのプレーリー地区及び北極圏を傘下に置くカナダ聖公会の教区としてまたマニトバ州の司教官区名として残っている。ありがとうございます。